夏ですね。ミレイちゃん公演してたんですか？今日。昨日前髪切ってからお風呂入ろうと思ってたのに忘れてました。だから超長い。ピエ。長い日はね、漏れないんですよね。金魚すくいありがとうございます。金魚すくい。そう、今日はライトがあるから目がキラキラしてます。昨日はなかったので。楽ですね、髪の毛結ぶのは。ボサボサでも結んじゃえば見えないみたいなところあるよね。お風呂入るのは忘れてないです。違います。あれですね、切るのを忘れたということですね。みれちゃん、油ゼミ思い出した？油ゼミ思い出す、思い出す、思い出す。バスロープじゃないです、これは。こういうパジャマ、黄色いひよこ。油ゼミ。思い出す。ウッドストックだ、そういえば。ウッドストックがついているパジャマです。涼しいです。緑です。サイリウムカラーです。パジャマはね、楽ちんですよ。可愛いパジャマを着てるとそのまま配信できちゃうよみたいな。楽ちんですね。星ありがとうございます。虹色の今日涙袋良きなんですよ。今日というか何なんだろうね。なんで日によって違うんだろうか。 私の顔というのは。緑お似合いですか？あんまり着ないんですけど。ちょっとセミの種類はちょっと私分かりません。油ゼミも少し分かりません。今日は洗濯物をしました。 めっちゃ乾くの早いですね。昼に干すじゃないですか。じゃあもう夕方には乾いてる。さすが夏、さすが夏だ。ビンゴビンゴ、あなたにね。セミ鳴きすぎですよね。でもベランダ出られるようになりました。アメブロ更新しました。チリン、ありがとうございます。風鈴チリン。テテテテンテンテンテテテテンテンテンテテテテンテンテンテテ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 テ
あ、昨日の輪ゴムでバンってやっちゃったところ治りましたまだ若いので治るのが早いみたいな。野球はね見ないですね。テレビをつけないです。大阪にいる時は見てたんですけど、見てたというかね勝手に流れてる。チリン、ありがとうございます。てててててんてんてんてててててんてん、金魚すくいありがとうございます。金魚すくいは苦手です。ハートありがとうございます。若いんですよ私。なんかさ20って若くないと思うじゃないですか一見。でも例えば60年生きるとしたらまだ3分の1若い。ハートありがとうございます。これはあれですよ、風鈴鳴らしてるって意味を今作りました。オリンピック興味あるのかな、実家と分かんないですけど、オリンピックは覚えてないです。4年前何歳だ、ミオは。あ、逆だった、口こっちで使ってた。
20歳若い、はい若いです。さっきまでミレイちゃん見てたから、見てたからなんだよなんだよ、パジャマ可愛いでしょ、お気に入りんご、お気に入りんご 2.5 倍生きてます。えミオは20歳だから 2.5 倍 40.5 歳、違うな、 2.5 40.5 歳か、なんだ点5って。本当に配信しました。どうやって計算するんだっけ、あのなんか小数点むずいですよね多分。ハートのスイカありがとうございます。夜ご飯は今日も無限キャベツです。2日連続無限キャベツマジ美味しい。髪綺麗ではないですね、汚くもないですけど。ハートありがとうございます。スイカのハート、参加ワの振り入れの時の写メは細ないですか、細い。今より細い。あの時でも顔むくんでたんですよね、めちゃめちゃ。毎日アイドル2日目です、よろしくお願いします。横顔お願いします。やだやだよ、おしゃれなところにいるね。おしゃれですか、おしゃれっぽくなくないですか、カーテンの色。唇の色よき、買いました、リップ買いました。やっぱりイエベなのでオレンジのリップが似合うということで買いました。つむじ見せてやだ、後ろ姿見せてやだ、めっちゃいい。これから公演もこのリップで行こうかと思っています。みれちゃんちミラーボールあるの、いいな、みもパリピしたい、家でミラーボールで。ミクの石津のアバター使って、みよも使ってる石津のアバター、あ嘘、あ本当本当、ミオも石津のアバターです。待って、なんでドーナツの話、今日ドーナツ食べようと思ってさ思ってるんだよね、すげえ。なんか誕生日に姉ちゃんにドーナツのギフト券をもらって、それが9月前だったから今日買ってきました。うわー今日の涙袋死ぬほどいい、やばい。ハートのスイカありがとうございます。持ってる方はミオのアバターにしてね。ドーナツの写メ、あー忘れてた、あれよね、多分1ヶ月ぐらい前の写真なんですけど、忘れてた、ドーナツの写真送ったの忘れてました。アイシャドウはまだ届いてません、昨日買ったんで。スイカありがとうございます、ハートのスイカ。そう、目を隠すためのドーナツ、あの日も右目の調子悪かったのでドーナツで隠しました。ミキちゃんのご家族にいただきましたドーナツ。涙袋最高、やばい、のみ涙袋のみ。オリンピック一つも見てないです。でも LINE ニュースを LINE で追加しているので、 LINE ニュースだから LINE か、 LINE ニュースを追加しているので情報は来ます。何々さんが金メダル取りましたとか。あ、パジャマでお買い物ではないですね、ちゃんと服に着れましたね。何のドーナツだと思いますか。涙袋金メダル、オリンピックよりみおちゃん最高、いいオタクだ。半メダルって何ですか、前髪長いのだけが気になっちゃうな。タタタタンタンタン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 。
金メダル級だよ、だってミオの可愛さ、金メダルじゃなくて金メダル級。ミキちゃんがオリンピック情報来るんですけど、 LINE ニュースも来ます。ハートありがとうございます。前髪長い、じゃーん、ポンデリングのチョコレートのやつを買いました。スクショタイム。これは2回目です。取れた、いい匂い。これ食べます。大きくないよ、普通のポンデリングだよ。なんかねついてるんだけど、これ何なんだろうね。なんかポンデリングの期間限定のザクザクってやつとコラボしてるんだよ、これと。このザクザクってお店さ、東京にあって食べたことある。どっちが西井さんですか。目がついてる方が西井さんですね。スクショタイム判明だそうなので、まあ、私はこれを食べることによってなかなか喋れなくなりますけど、いいですか。喋れなくなっちゃいますが、マヨネーズじゃないよこれ、違うじゃん。ドーナツにマヨネーズはおかしいじゃん。そうザクザクってお店の なんか食べ物があるんで、そうソフトクリームとか売ってるやつ、売ってるやつ、マヨネーズじゃない。メガネはね持ってますけど、つけてないです。名古屋来てから一回もつけてない。だからコメントで遊んでてください。ミオが喋れない。ポンデリングはミオ切って食べる派です。いただきます。しかも冷やしてたからこうチョコが固まってていい感じ。ベビースターアイス食べてない、多分食べることないですね。だってねベビースターとアイスずっとコンタクトしてます。ハートありがとうございます。見て、一つにちぎったらかわいそうになった目。いただきます。休みじゃないですか今、休みというか休暇じゃないですか。休暇だからさ食べたくなっちゃうよね。いただきます。一口で食べれるかな。ポンデリンピック飲み物あります。ネットで頼んだ、まとめて。めっちゃ噛むの長いんですよ。なんかね飲み込むタイミングがなくて、みよだから噛み砕くまで一生噛む。これはね晩ご飯のおやつです。ああいい音、いい音だね。水しか、富士山の水しか。これをね24本入りをかける2買いました。
富士山の水だよ。富士山の水、健康、知らんけど。これって本当に富士山の水なのかな、わかりませんけど。にはあのスーパーとかで買っても持って帰れないから、ネットで買って届けてきてもらいます。いつもありがとうございます。そう、これね、富士山から来たって言ってんだけど、嘘ついてる可能性もある。富士山の大資源、自然が育てた。だって本当？長い年月をかけて磨かれた。年月、自然の恵みたっぷりのミネラル、めっちゃ噛む今日、ミネラルウォーターです。だってあ、富士山っていう人のお家の水道水か。なるほどね。でスキーの水はもらえないですね。だからママが買った時のやつが家にあるって感じ。玄関からね、移動させない、重たいから玄関にずっと置いている。で それで家出る時に取って感じです。感じです。今日めっちゃ噛みますね。まあ人間なんで、もう一粒食べます。でね、あと何粒もありますね。日本語、たこ焼きいただきます。最近は家に1日いるときは2リットルぐらい飲んでるんじゃないかなと思いますけど、うん、うんうん、美味しいね。水は冷たいやつを飲みます。うまーい、ほんと美味しい、ほんと美味しい。かわいいギフトありがとうございます。リス感がすごい。だってもうリスが一番言われる動物の中で、ハムスターかリスなんだよね絶対、うん、食べてるところがって言われます。なんで、なんでですか。ビンゴビンゴ、お腹すいたって、食べちゃいな、1日ぐらい食べても太んないよ。全然ね、自分ではリスだとは思わないんですけど、リスって言われますね。意外と鼻高いよね。意外と、なんかよく言われます。鼻フェチの子に鼻がいいって言われるけど、自分は鼻に興味がないから高いの意味が分かんないんですよ。高いとは、ビンゴビンゴ、うまみ。日焼け対策は何をしてますか。日焼け止めをしてます。以上。でも日焼け止めも忘れちゃいます。日焼け止めも忘れちゃうんですけど、顔よりも今はマスクしてるから腕の方がね、塗らなきゃやばい。顔はいいや、化粧でなんとかなるし足とね、手はね焼けちゃう。特に手、ハートありがとうございます。
傘はささないですけど、石津とみきちゃんとみくるは日傘持ってる。だからたまに入れてもらいます日傘をね、みんな持ってるんですよ。し、石津もカーディガンみたいなやつ着てるし、みきちゃんもなんか日焼けのやつやってる。風鈴ありがとうございます。てて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 、かわいいギフトありがとうございます。友達といる時もツッコミ担当だったの。だってボケ担当ですかね。ふざけるのが好きなの。みきちゃん意外はおもろい、言っとこう言っとこうと。名古屋暑い。あのよく入れてもらいます日傘、一緒に歩くときは入るって言ってくれるかな。入るって言って入ります。ハートのスイカありがとうございます。石津は焼けないよね多分。日傘ささなくても焼けなさそう。なんか身は焼けやすいんですよ多分。十期ではツッコミなのかな、ボケかも日傘は一人で入るものなんですけど、まあ個法律でも二人までは OK みたいなとこあるので。小麦色した君も好きだけど、肌をケアする麦わら帽子の君も好き。ミレちゃんも使ってそう日傘、知らんけど。日傘盗まれたことある？日傘持ったことない、人生で。日傘なんていらねえって思って生きてきた人なの。ドーナツ3つ目、これ8粒あります。今3粒目。たこ焼きみたいだね本当に。マヨネーズとソースがかかってるたこ焼きみたい。たこ焼きやん。じゃあたこ焼きだと思って食べます。いただきます。たこ焼き美味しかった。外資で何歌うの？何も知らないんだよね。ビールだからね結構コンサートとか。東山動物園で小動物見てるみたいだって。じゃあ皆さん、じゃあ今日は動物園に来たみたいな感じで見ててください。馬ありがとうございます。みきちゃんとどっちが食べるの遅い？本当に一緒。みおが早い時もあればみきちゃんが早い時もあるし、一緒に食べ終わる時もあります。マジで一緒。ハートのスイカありがとうございます。ハートありがとうございます。餌やりの時間、餌くださーい。はーい。ドーナツ、動物園ってすごいよね考えた人。そう、仲良しなんですよ実は。みんな知らなかったと思うんだけど仲いいんだよな。
ジュッキ仲いいと思うんだけど、思わない？思うよね。に思うんだよね。どうなんだろう。ちょっとですね。うん。ハートのスイカありがとうございます。飼育員はね、今ちょっといっぱいなので募集してないですね。すいません。てててててんてんてん。じゃあ四つ目ぐらい食べまーす。うん、うん、うん、だってさ、仲良くないと MC で暴露もできないでしょ。わかんないけど、ジュッキーみんな食べるの遅そう。え、ミレイちゃんバカ早い。リカちゃん、個人的に思うのはリカちゃん、ミレイちゃん、アナンちゃんぐらいはめっちゃ早い。ミクルンはいい具合の毒舌です。こういう人欲しいよねみたいな、友達で欲しいよなってぐらいの。大阪に動物園あります、天王寺動物園。今ちょうど半分食べました、ドーナツ。え、これ食べてみてください。めっちゃザクザクで美味しい。まあザクザクとコラボしてるからザクザクなんだけど、仲良くなったらカーテンの味とか聞かない。そう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 、可愛いギフトありがとうございます。今はめっちゃ早く食べてます。でも配信だからね、配信じゃなかったらもっと時間かかってる。急いでます。友達と食べに行く時も急いじゃ、まあ急いでも一番最後なんだけどさ。なんて名前のドーナツかわかんないけど、あのすぐわかると思う。ポンデリングのザクザクしてるやつ。動物園と水族館どっちが好きだって。どっちもどっち、どっちも好きって意味ね。1分はやばい。いつもの部屋ですよ、価格が違うだけで。そう、急いで噛んでます今。急いでる感が感じられない。感じてるはずなんだけどな、急いでるから。あ、そう、パッケージが石津からです。水色と黄色。え、これほんとおすすめだから買ってみてください。食べ放題だったらめっちゃ食べれると思うけど、時間制限あったら食べれないと思う。いや、なんか甘いものは無限に食べれると思ってて。ハートのスイカありがとうございます。美術館は行ったことないです。美術館には行ったことございません。そう、みお、量は食べれる人です。なんかね、よく食べれないと思われるんですけど、食べれます。だからあの食べ放題とかはめちゃめちゃ食べられる。そうなんですよ。でも時間制限っていうね、厄介なものがついてくるじゃないですか。あのあれです、ミスドです。ミスドのザクザクのやつ、あと半分。図書館も行かない、
とんど行ったことない。フードファイターは目指せないですね。やっぱ速さも一応大事じゃないですか。やっぱさ、フードファイターになって例えばテレビ出演させてもらうってなった時に食べるの遅かったらちょっとね、迷惑かかってしまうまあならないんですけど、まずフードファイターにはならないんですけど。いただきます。ケータリングはね、半分って言い方は難しい。あのなんかここになってるから、コロナ対策みたいな感じだと思うけど。しゃぶ用はないんだ。時間制限。お値段はね、全然200円以内で食べられます。ちょっと何円か覚えてないなんか見てなかった。フードファイターめちゃめちゃ練習するんだ。大変そうだね。そう、好き嫌いのも問題だよね。あ、シルコサンド食べたことあります。美味しい。スタバの新作には全然興味持てません。いただきます。ダメだよ、西井さんが食べたやつくださいって言ってもくれないからね。ドーナツは8個ぐらい食べれそうな気がします。ドーナツめちゃめちゃ好きなのにさ、体にいいことあるのかな。1個もなさそう。ハートのスイカありがとうございます。これならいくらでも食べられるものって何？チョコレート。何時以降の食事が罪悪感あるの？だって。9時以降とかですかね。8時はまだ大丈夫。リクロおじさんのチーズケーキ食べたことないです。あの8個食べたことないですよ。8個食べれそうだなーみたいな。そう、クリーム系ドーナツは食べない。チョコばっかり食べちゃう。あとポンデリング。ポンデリングって美味しいよね。ポンデリングは美味しい。そう、みきちゃんもさ、甘いものがさ、いっぱい食べれない人っぽくて、クッキー食べ放題2人で行った時にみよのが食べた。みきちゃんへ、みきちゃん甘いものがいっぱいは食べれないって言ってた。けど時間無制限だったら全然8個は食べれると。ドーナツってさ、お腹いっぱいになる？あ、物によるけど。みよずっと食べれるんだよね。ポンデリング作った人天才。なんでポンデリングって名前にしたんだ。あと3粒たこ焼きいただきます。
ポンデケージュから来てるんだって。確かにアバターもどうなってた。みんなハートのスイカありがとうございます。あの銀だこはめっちゃ外がカリカリ。あ、カレーパン考えてる人も天才かもね。冷たい視線も素敵。冷たいかな、ミオの視線。水。え、そう、ミオ銀だこが一番好き。超美味しい。安いし、まあ全部安いんだけど、たこ焼き。メロンパンとドーナツなら余裕でドーナツ。ドーナツラブ。10期で大食いは誰ですか。リカちゃんとか。やっぱお仕事来てたので。本当に銀だこは美味しい。よく食べてた。フードコートにあって、大阪のイオンの。よく食べてました。美味しいよね。マリトッツォは食べたことない。生クリームみたいなやつ食べれない。クリーム、小食だって。どうだろう、あんまり言われない。小食だねとはいっぱい食べるねとも言われない。平均を生きてるのかもしれない。やっぱりわなかが有名なのかな。ま、食べたことないけど、けど美味しいって言ってた。 NMB の方が、わなか美味しいって言ってた。 YouTube で。朝ごはんは食べますか。ミオは昼に起きた時は朝昼兼用で食べるんですけど、朝は何か食べないと絶対家を出ません。食べてからじゃないと絶対に家出ない。だからさ、例えばさ、みんなでお昼ご飯食べに行こうってなるとするじゃないですか。その前に起きる。起きても絶対食べてから行きます。何か食べないとお家出らなくないですか。だからなんかご飯、朝ご飯抜きにする人とかが、わかんない、食べてからじゃないと。例えばさ、MV 撮影とかでさ、4時起きですって言われても絶対食べていく。早起きして、ご飯食べる分早起きして、ちゃんと食べてから行く。あ、たこ焼きミュージアムは何回か行ったことあります。あ、おすすめです。いろんなたこ焼き屋さんがあって食べ比べとかできます。たこ焼きミュージアム、ユニバにあります。風鈴ありがとうございます。4日から6日まで銀だこ390円だって。安い。でももう終わる。明日、あ、終わんないわ。あと2日もあった。遅刻しそうだと、あ、食パンをかじりながら走った経験はまだないですね。そう、あのちっちゃい時からずっとご飯食べ、朝ご飯食べる人だったから、今もそれが染みついているね。朝だって起きてなんか食べたいじゃん。朝でもパンが食べたくなります。小夏亜美ちゃんの生誕祭行ってきたんだって。生誕 T シャツあげました私の生誕 T シャツ。そう、朝から食べれない方多いじゃないですか。ハートのスイカありがとうございます。そう、たこ焼きミュージアムはなんかたこ焼きで
あのたこ焼き屋さんがいっぱい集まってて選べるよみたいな。16時間プチ断食っていう健康法、あ、やってます。休みの日は、でも痩せはしない。そう、たこ焼きミュージアムあります。ソース味が一番好きです。昨日も言ったわ。たこ焼きミュージアム、美術館じゃないです。ミュージアムって言ってるけど美術館ではないですね。そう、朝ちゃんと食べるけど遅刻はしない。あの、その分早く起きる。海音はお家出るまでに、例えばスピンで行くレッスンとかだと2時間前に起きて、1時間は食事、1時間は着替え、髪の毛とかで、いつも2時間前に起きます。で、ちゃんと友達と遊ぶ日は2時間半前に起きて、30分の分をあのメイクとか。なんかね、ユニバの外にシティウォークっていうのがあって、そこにあるんですよ、たこ焼き。あの、めっちゃ早、起きるのは早いです。あの、誰よりも早く起きてる自信ある。遊びとかで、なんか次の日の服とか何にも決まってない日は3時間前に起きます。3時間前に起きてゆっくり準備するのが好き。急ぐのが好きじゃなくて、例えば信号とかさ、電車とかでさ、電車が来ててもゆっくりしたいから走ったりあんましないんですけど、だからいつも誰よりも早く起きてる自信はある。目覚ましで起きます。みは今 iPhone の目覚ましで起きてます。毎日いただきます。あと2個。アラームは10回ぐらいかけるんですけど、絶対1回で起きます。1回で起きなかったことがない。だから一応ね、一応のために10回ぐらいかけて、あの1分ごととかに。でも絶対起きるよっていう。まあ、寝坊はダメだから。1日何か動物園に展示してだって。みんなに、じゃあ食事してるところみんなが見に来るってことか。動物園も大変だな。実家帰ったら必ず食べる料理は風月のお好み焼きか、親が作ったあれです、肉じゃが。肉じゃがが大好きなので、手作りの。展示されるなら動物園と水族館どっちがいいだって。
こんな質問ある？見たことないミオショールームで展示されるなら動物園と水族館どっちがいいっていうショールーム見たことない。動物園かな。肉じゃがは濃い方だと思います。コンビニよりは濃い。だからコンビニで買うと薄く感じてしまいます。豚肉か牛肉かは分かりません。いや、お肉分かんない。豚と牛はなんか似てる。なんか動物園のが良くないですか。水族館のがちょっと壁を感じる。やっぱりね、窓ガラスで。壁を感じるから檻の方がいいです。そう、檻の方が良くない？だって空いてるからさ、ワンちゃんご飯くれるかもしんないじゃん。働くならどっち？働かない。どっちも働かない。そう、水族館はね、確かにリンゴちゃんの聖地ではあるんだけど、聖地。カレーは。わかんない。やっぱり牛と豚どっちなんだろう。わかりません。でもたまにカレー肉みたいなやつも食べます。働くならユニバ。それはそう。ワニとサメ食べられるならどっちも無理。みんなかどっちも無理だ。ワニかな。ワニかな。なんか水の中のやつって怖い。カレー肉知らない？カレー肉っていう肉があるんだよ。だからその日もある。カレー肉の日もある。固形みたいな、角切り。そう、カレー用って売ってる肉があるんですよ、カレー肉っていう。そのカレー肉の時もあります。カレー肉知らないの？カレー用の肉のことあるんですよ、カレーのお肉。あれが出ます。ずっとカレー肉って名前だと思ってたけど違うっぽいですね。なんかあれ懐かしい。カップラーメン作るところ、カップラーメン作るところ知ってます？あれって大阪にしかないの。カップラーメン作るところがあるんですけど、なんだっけあれ。そう、サイコロみたいになってるやつがカレー肉。通じるんじゃない？カレー肉ください。横浜にもある。あれ何回か行ったことある。それ日清カップラーメン作る、なんか自分で好きなカップラーメンのトッピングができたり、絵を描くんですよ。カップラーメンのパッケージも自分で作れて、あとなんか歴代のカップラーメンとかが飾ってあるところ、あれよく行ってました。そう、なんか遠足でも行ったことあるし、日常プライベートでもあります。プライベート日常でもあります。家族と。そう、カップラーメンミュージアムっていうのかな。そうで、真空みたいな、もうパンパンになった袋に入れられます。懐かしい。みっちゃん好きそう。喋ったら行きたいって言いそう。
そういうところがあるんですよね。あと1個だから食べちゃおう。あと1つ。いただきます。ごちそうさまでした。噛むとき首も動く派だって。え、ちょっとやばくない？想像したら。セサミを一人暮らしでさ、一人でご飯食べてるじゃん。食べてたらやばいじゃん。ごちそうさまでした。どういたしまして。作った？なんかあれがあった。学校で4年生ぐらいの時に、小学校みんなでいただきますみたいな言うじゃないですか。手を合わせてってやったら怒られてたの。パンってやったら怒られる。手を合わせてってやんないと怒られる先生が一人だけいた。手を合わせて。これからご飯も食べるんでしょう。お腹いっぱいです。さっきキャベツ食べたからお腹いっぱい。いただきます。なんでだろう、なんか神様になんとかなんとかみたいな感じじゃないですか。そう、礼儀正しい人で、一人がこうやってやっちゃったらもっかいなんですよ。そういう先生が一人だけいた。うま、ギフトありがとうございます。手を合わせていただきます。そう、誰かが一人ぐらいこうやってやっちゃうから怒られるやつ。小学生の話。そう、もっかいなんですよ。食後のデザートはないの？めっちゃこれデザートだったんだけど。ドーナツはデザート。手を合わせていただきます。いただきます。ミアはずっと給食食べてました。だから掃除とか始まっちゃうんですよ。ミアが給食食べてる間に掃除始まっちゃう。手を合わせて。あとクイズとかあった。給食のクイズ今日の献立とか言って献立を喋ったり。パジャマ配信ですか。ドーナツ配信でした。食べちゃった。現役感あるだってないだろ。全然ないだろ。そう、掃除。友達と休み時間に走ってたらゴミ箱が倒れちゃって、ちょうど先生が来てめっちゃ怒られて掃除やらされたことがある。今から掃除しろって言われて休み時間だったの。ピュン。給食の人気メニュー、なんだろう。わかんない。給食をそんなに楽しみに生きてなかったんで、小学生の時本当に給食が楽しみではなかった。別に中学
高校はお弁当がもう超楽しみだったけど、そうほとんど残してたから。七夕ゼリーとかないんだよね。なんかさ、みんなでさ給食の話になったらさ、みんなさケーキ出たとか言うの、クリスマスとかに。え、なんもないんだけど、あれしかない、5月5日とかに食べる団子みたいなやつ、あれぐらいしか出たことない。そう、小学生の時は休み時間を楽しみに生きてた。ソフト麺もないし、みんながあるやつないんですよ。揚げパンもない。そう、短いのにさ休み時間ロープでやりたいじゃん。アイスはないな。紅白まんじゅうもない。そう、古い学校なんですよ。全然普通に100何年とか経ってる学校で、だからかな。そう、なんか5月5日とかにしか食べない団子ぐらいしかない。え、そう、本当にね、ミオの学校ね、なんか今こっちに来て思ったけど、本当にね、なんもない。フローズンヨーグルトもない、冷凍パインもない、普通のパインもあった。だってね、クーラーついたのが6年間で、あの5日にクーラーついた、いつか忘れたけど、最初はなかったんですよ、クーラー。みんなそうなのかな、わかんないけど。冷凍みかんもあった。あの本当に何もないの。はい、クジラはあったよ、クジラのオーロラにとかは。そう、牛乳は瓶だしさ、椅子とつく焼き、それはそう、それはずっとそうじゃない。中学なんて教室土足だったからね。そう、クーラーはそれは昔はなかったと思うけど、遅くない、ちょっと。揚げパンを食べてみたかった。みは揚げパンを知らずに生きてきたので、多分まだ一回も食べたことない。ああるお祭りで揚げパン買って投げ合いしてた、みんなで。けどなんかこういう揚げパンはない、よく見る。あの、そのお店で食べたんですけど、揚げパンは中学の時に、それはこういう、こういうのがちっちゃいのが。メロンパンは豪華ですね。マジコッペパンしか出ないの、食パンか。どっちも嫌いだからあんま食べずに生きてきた。なんかね、焼いてる食パン好きなんですけど、焼いてない食パンが好きじゃない。中高はお弁当でした。お弁当の方が向いてるわ、お弁当ラブ。そう、なんかね、好きじゃない。早弁はお弁当の時はしてました、中学。購買は高校しかないです。小中はなかった。お弁当自分で作ったことある？ない。食パンに塗るやつも全部嫌いだった。ジャムも嫌いだし、蜂蜜も嫌いだった。だからパンは食べない。
明日何曜日ですか？木曜日か。何時に配信しよう。毎日配信。メロンパンとチョコのパンだとチョコのパンが好きだけど、パンによるよね。パンによるよ。夜の方がいいのかな、やっぱり。夕方にしたいんだけど、夜でも良い、何時でもいいよ。家にいます。明日も家にいます。昼でもいいし、夜でもいいし。昼は嫌だ、早起きしないといけないから。夜か夕方。まず何時でもいい。1時間起きで、それはあれなのよ、イベントなのよ。8時とか時間で言う。ややこしいですね、アメリカ時間。何個くらい時差、何個だって、何分、何時間ぐらい時差あるんだったかな。全然違うよね、時差。今はお昼前に起きてます。10時11時に起きています。まあ寝るの遅いんですけど、4時とかに、3時に寝て10時とかに起きる。そう、起きてから決めるのが一番楽なんですけど、早く決めた方が皆さん的にはいいのかななんて思っちゃったり、思わなかったり、思っちゃったり。そう、だからおはみちゃんメールが遅いんだよ。だからだよ。最近はね、カーテンをずっと閉めてるので、何時から明るくなってるか知らない。ここに一回虫が来てから夜カーテン閉めるようにしてるんですよ、夜は。だからずっと閉まってる。ツイッターは 10期の全員でやってるツイッターがあるので、ぜひ見てください。 SK10 期生みたいなツイッターがあります。なんか想像つかない、個人のツイッターがあるのが。君はメロスの道、そう、光に集まってくるっていうじゃん。だから閉めるようにしてます。そう、団体なんですよ、ツイッター。でもね、ツイッターできるだけで嬉しい。勝手にツイートしたら怒られるの。だってツイートできない、勝手に。勝手にできたらさ、あの一文とかで見よう、ツイートしちゃうんだけど、怒られちゃう。一文とかだと短いですって言われちゃうから、すいませんっつって文章いつも考えてます、必死に。だからいつもだいたい写真がね決まってるのに文章が決まんないっていう事態が起きてますけど、個人のツイッターあったら楽しそうだよね。みよ、決まってること、決めてることがあって、毎日おはようかお休みは言いたいんですよ。どっちにしようかなって考えてます。いつやるか分かんないのに。ハートありがとうございます。あ、両方っていうのもあるんだ。どっちかにしたくて、おはようかお休み。
でもおはようだったらさ、遅いとか思われたらなと。そう、短い方がいいじゃん。だから10期長いんだよ、みんな。長いし、勝手に引用リツイートがなるから長くなっちゃう。いや、短くしたいんですよ、ツイート。もう長くなっちゃうんですよね、引用リツイートになるとすると。最近はみんなに会えてません。公演が中止になる前日に、あ、当日かに練習した時に会ってから会ってない。ピエン、まだそんな経ってないのに全然会ってない気がする。そう、引用リツイートね、勝手になってるんだよね。いいんだけど、ツイートをしてくださるだけでありがとうございますなんですけど。おはよう、こんにちは、こんばんは、おやすみ。ちょっと大変ですね、ちょっと。そう、短い方がね、さっていいじゃん。長くなっちゃう。最近 LINE 返してますよ。もちろん最近も返してますよ。そう、普段ね、毎日会ってるからさ、2日とか会ってないんだけど、全然会ってない気がするんだけど。そう、自主練もうレッスン場に行かないから、行かない方がいいから、行かない。次の公演の予定は14日ですかね、多分土曜日。あー、 LINE の着せ替えさ、早く変えたいのにさ。え、なんかさ、家にいたらさ、なんかしたくなっちゃって、なんかしたくなっちゃって、それでなんか、あー、買い物しようと思って、それで、あの、とりあえず iPhone ケースと、あ、待って、言っちゃった、発表されてないのに言っちゃった。あ、すみません、昔の話です。もうまた変わっちゃったかもしれない。8月の最初に聞いたからまた変わっちゃったかもしれないんですけど、まだ発表されない言っちゃったわ。あ、待って、忘れてた、本当だ、10日までしか出てなかったですねまあでもこれは いずれ出ることなので、こういうこともある。忘れてた。あの、逆にその日までの予定しか知らないんですよね。後半何にも知らない。おもろ。あの、あれですよ。7と9も。あの、あったじゃないですか、公演。その流れで聞いてたよっていうね。だからやるとかやんないとか何も知らないけど、あの、あ、そういえばあったなみたいな感じで、あるかもなみたいな感じで、そう、もしかしたらあるかもなみたいな、あの、予測です。今のは予測。あの、正直マジでその次は全く知らない。そう、あったらいいなぐらいの感じですかね。まあ、変わることもあるので、まああるかもなみたいな。そう、当たるといいですね。そう、予知能力があって言っちゃうんですよ、こういうこと。皆さんも、あったらいいなみたいな感じで、そう、本当にあるか分かんないんだけど、今だけ無音だった。都合良すぎていい感じですね、連携プレイ。まあ、そういう時もあるよね。絶好。全然見た。
ちなみにね、10日以降のなんだアンダーは一つも聞いてない。あ、マジで聞いてなかった人もいるんだ。そう、昨日の電話は公演がなくなったよっていう話でした。研究生です、10期研究生。ハートのスイカありがとうございます。野外でライブするの夢、夏、特に夏野外でライブ。死んじゃうかな。私綺麗、私可愛い。ハートありがとうございます。アンダーどこポジだったの？だってお楽しみに。それは言わないでおきます。ハートありがとうございます。ハートのスイカもありがとうございます。ハートのスクショタイム、このスイカがここに飛び出てる間にスクショするっていうスクショタイムでした。私嫌い、私可愛い。綺麗と可愛いどっちがいい？だって、可愛い、可愛いがいいです。可愛いハートのスイカありがとうございます。キャパシティ大好きミオ、ハートのスイカありがとうございます。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 じゃあ、かあいいだから、かあいい、かわいい、かわいい、かわいいとかわいいだったらかわいいがいいです。ハートありがとうございます。かわいいしか勝たん。かわいい、十期かわいい、みんな可愛い。ループじゃないですこれ。可愛い、あ、可愛いとかわちいは可愛いがいい。可愛い。ハートのスイカありがとうございます。あ、やばい、見られた。リップのせとこ見られた。くそ。可愛い、可愛い。はい、キャパはめっちゃ肩出やすいです。焦るもん、やばい、肩出てる、肩出てる。焦ってます。ハートのスイカありがとうございます。ハートのスイカ来る前に言ってないよ、来てから言ってるよ。やばい、見られた。リップ塗ってるとこ見られた。悔しい。いいですねこのリップ、もう一回買いたいもん、なくなったら。ファイト、ありがとうございます。グラムグラム、ありがとうございます。出しといたらいいねな。いや、いいんですけど、肩出しても、なんか研究生だからあんまり出さない方がいいかなと思っていつも焦ってます。やばい、出てる出てるみたいな。ハートのスイカありがとうございます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 。このロマンドは2個目です。赤買ってオレンジのがいいじゃんっつって、またオレンジのやつ買いました。あ、ループじゃないですこれ今の。そういう演出です。ループじゃないです。アップルブラウンです。アップルブラウン、アップルブラウンってひらがなで言ったらめっちゃ可愛くない？これ英語なんだけど、アポブラウン、アップブラウン。
金魚すくいありがとうございます。アップルブラウンおすすめ、おすすめ。これはみきちゃんが使ってるやつです。みきちゃんが使ってて、うわーみゆに合いそうだなと思ってみゆも買いました。やっぱニコイチみたいなとこあるよ、知らんけど。アップルブラウン、これは値段はですね、こちらはなんと1320円です。安い方だと思います。男性も使えますか？そうですね、これはイエベの方に合うリップなんですけど、イエベというのはミオとかミキちゃんみたいな肌の人のことを言います。比較すると石津とミオみたいな感じ。石津はブルベみたいな、ミオはイエベみたいな感じです。ピンク系はマジでつけない。ピンクはやっぱ石津系の肌の人が似合う、ミクルンとか石津とか。そう、お求めやすいお値段になっております。これを今なら値引きはされません。今もイエベはキベ、キベです。これはね、だからキベの人に合うよっていうリップ。ミオベかズカベ、石ズカベかどっちかですね。ミオベの人はミキちゃんとかリカちゃんのことをミオベって言います。ネットで買えます。あの送料は自分で払っていただいて、あ、メルカリには出さないですね、結構気に入ってるので。そう、ズカベはね結構白いんですよ。でもズカベの方が羨ましい。リカベとミオベは一緒です。アナンちゃんもミオベ、おすすめなので買ってみてください。買ってみてください。今なら西井美代の直筆がつきます。ここにぜひ買ってみてください。骨格はねちょっとわかんないです。私はパーソナルカラー調べたことないんですけど、ブルベではないじゃん、ブルーじゃないし。だから勝手にイエベだと思ってます。でも行ったことないんですよ、だから自己判断です。これはね、このリップは西井美代直筆のリップは秘密のサイトに売ってるんで、やっぱ簡単にこういうところでは言えないから、後で個人で連絡してきてください、西井美代に。うまっ、お水うまっ。お水ってさ、まずい時ないよね。富士山のお水はですね、私は楽天市場で買いました。安かったので。楽天市場で安かった。お水っていつ飲んでも美味しい。例えばさ、アクエリとかはさ、やっぱりさ、スポーツの時が最適じゃないですか。水はいつでも飲める。あ、朝一の水はね、昔は見よ、朝は絶対にジュースじゃないと生きれない人間で、小中高は絶対朝ジュース飲んでたんですけど、一人暮らししてから朝水飲むようになって、そっから水大好きになりました。お湯は飲みません。あの実家の時はねたまに飲んでたけどさ、それはウォーターサーバーがあったから。ハートのスイカありがとうございます。冷蔵庫で冷やします。
スタバはね飲めるものがね少ないから、お水を飲んだだけでマンゴーぐらいしかね飲めないからさ。ハートありがとうございます。だってさ、例えば白湯飲むってなったら作んなきゃいけないでしょ。それが大変だからさ、からさ。ハートのスイカありがとうございます。沸かすの大変じゃん。冷たいのが好きやし、冬はねあったかいの飲みたくなるけどさ。ティファールあるけど、ティファールってめっちゃ熱くない？やけどしちゃうよ。ティファールめっちゃ熱いよ、マジで。マジで。ハートのスイカありがとうございます。お茶は飲まない。お茶を引っ越してきて買ったことがないです。お家に水しか買わない。だからご飯とか食べに行った時に出たお茶を飲みます。その時ぐらいしかお茶を飲みません。そう、常温の方がいいんだけど、冷たいの。ハートのスイカありがとうございます。水しか勝たん。抹茶も得意じゃないです。お水って安いよね。なんかお茶もたまに飲んだ方がいいらしいです。お水がダイエットにいいって言われてるけどさ。今日何時まで決まってない。何も考えずにやってます。じゃあ9時までじゃあ9時までで、ね、やります。明日もやるので。涙袋良すぎてさ、悲しい。ショールームしかないっていう、用事がないっていう。回転寿司行ったらあのお湯飲むこと多いです。あのなんかお湯出るじゃないですか、回転寿司って。そこでお湯を飲みます。あのあれは入れずに、あれ粉は入れずに、粉は入れずにお湯飲みます。水は取りに行くのがめんどくさいから、誰かが行くときに行こうかって言ってくれたら。いや、お湯でも全然好きなのでいいんですけど。サーモンの次に好きなお寿司は、ハマチは絶対食べる。サーモンとハマチは絶対食べます。最近ハマってるのがマグロユッケ。あ、ユッケ、あれはユッケか。なんかユッケ系、卵がついてるさ、軍艦のユッケだったかな、はにめっちゃハマっています。わさび好き。そのユッケシリーズで甘エビユッケとかがあって、ユッケかなあれ。あ、そう、イクラが一番好きだけど、あのキュウリがあるから省いてるだけ今。あの超美味しい本当に。その卵がなんか、え、こんな卵作れんのってぐらい素敵な卵なんですよ。卵に惹かれて食べちゃう。あれもう超ハマってて超好きです。光り物って何ですか。わさび丼とかあるの。やっぱわさびは静岡なのかな。いくらラブ、いくらラブなんだけどさ、キュウリがいるからな。相方が邪魔してる。あの本当に素敵な卵なので食べてほしい。くら寿司。茶碗蒸し大好きだけどずっと食べてないな。
締めの一品は、ない、あのデザートで終わらない日が多いのかな、半々ぐらい。普通に寿司で終わる、あのなんか適当に食べて、最初はサーモンハマチは絶対頼んで、そっからはその日の気分で適当に頼みます。制服が邪魔をするやん、その曲名。涙巻きだって、すごっ、みも泣いちゃう。カリカリさつまいもね、生クリームつくようになっちゃった、悲しいです。タピオカは好き、マンゴータピオカ、イワシ、サバ、コハダ、アジは食べません、一つも食べません。何皿食べますか、食べれますか、15皿ぐらい食べれそうだけど、いつも8、7、6あたりです。パフェ、イワシ、これって著作権なのかな、パフェ、イワシ。サイドメニュー系はポテトとかコロッケとか食べますかね。回転寿司って寿司食べないことはないです。ああ動いちゃう。味噌汁は飲まない。石津とみきちゃんは味噌汁飲んでた、食べる前に。意識高いですね。みやもそのままサーモンとかいっちゃいます。あのね、くら寿司のコロッケ美味しいんだよ、熱々で、おすすめ。いつからわさび食べれたの？わかんないけど、ずっと食べてる気がする。中学とかからさ、いっぱいは食べれないけど、さすがに辛いから泣いちゃうけど。あのほんとコロッケ美味しいよ。リカちゃんがさ、コロッケ食べるか迷ってたからさ、このコロッケ美味しいから食べてみてって言ってリカちゃんが頼んで、それ見てミオも食べたくなっちゃって、ミオも頼んだ。なんかね、食べ物食べる前にね、味噌汁とか飲んだらね、いいらしいです、体に。かーい、かーい、こんばんは。もう終わろうとしてるんですけど、そう、コロッケ美味しいですよ。スクショタイム、何ポーズがいいですか。北海道一軒しかないの、みんなそこに集まっちゃう。あ、でも回転寿司に行かなくてもお寿司屋さんあるじゃない、いっぱい。みんなそっちに行くんじゃない。ではまた10分後。これイベントじゃないです。いつも以上に可愛いね、ありがとう、ありがとう。ショールームでお酒飲めたらいいのに、みよ絶対飲む。20歳になって初めてのお酒ですとか言って飲めないから。リスポーズって何、いいみきポーズ。あ、スイカありがとうございます。かわいいポーズとは、くまさん腕が気になっちゃうから。選抜落ちのハート、やっぱみおが選抜落ちちゃったハート。飲酒配信するの夢ですね。かわいいギフトありがとう。もし集め行ってくるね。これイベントじゃない、これイベントじゃないです。ビックラポンポーズとは、もぐもぐポーズとは、もぐもぐポーズ、ドーナツポーズとは、
クラブグラマーありがとうございます。終わろうと5分になったら今は霧が悪いので5分になったら終わります。まあ5分も霧悪いんですけどね。まあでも時計の長い針が止まるところなので5分は。ゆで卵ポーズと一緒やん、ドーナツポーズと一緒やん。グラムグラムポーズも存在しない。オリンピックの出番すいません、ちょっとまだ今ちょっとバタバタしててマネージャーさんと連絡つかなくて、ちょっとオリンピックの出番いつかわかんないんですよね。すいません。ウィンク、どっちが得意なんだろう、こっちかな。ウィンクは苦手です、得意ではない。横顔だって、やだーやだー。そう、5はね針が止まるところだから。タコ、たこ焼きじゃないな、タコありがとうございます。タコシャン、タコシャンありがとう。24時だとキリいいね、キリはめちゃめちゃいいけどね。じゃあとね3時間もあるのよ。キリはいいんだけどさ、しゃべ会のおすすめのポーズはこうやってこうやって。ハートのスイカありがとうございます。あ、ハートのスイカありがとうございます。え、5分って針が止まるところじゃないですかね。だってさ3分のところはさ大きい針、大きい数字ないけどさ、5分のところって大きい数字があるでしょ、時計で見たら。グラムグラムありがとうございます。そう、24時までやれば自分で切らなくていいけど、あのそんな切るのめんどくさくないんだよね。そう、もうポチッと押すだけなのから大丈夫、大丈夫よ。え、そう合ってるよね、5分ってキリがいいんだよ多分。やっぱりあの大きい数字があるから。5分過ぎたんだって、終わろ終わろ。ミオの時計はまだ5分なの。終わりたいと思います。今日も来てくださってありがとうございました。あれ、なんか見覚えある、これ、なになになに、ありがとうございました、なんだっけ。まあいいや、終わりたいと思います。明日もタイムテーブルに入れるのでぜひそちらで。ありがとうございました、バイバーイ。